背景です。今回はドラフト4位リンクワンチェンマジですごいですということで、今回はね、ドラフト4位のリンクワンチェン選手についてね、詳しく解説していきたいと思います。まあ、ここまではね、ドラフト1位の斉藤ヒロット選手、まあ、2位の渡辺誠也選手、3位のカリュー・ショーマ投手について、まあ、それぞれね話してきたと思うんですけれども、今回はドラフト4位リンクワンチェン選手について話していきたいと思いますので、まあ、ぜひね、皆さんにも、まあ、新たにライオンズに入ってくることになるこのリン選手のね、魅力っていうのが、まあ、少しでも、伝わればいいかなというふうに思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、ということでね、ドラフト4位リンクワンチェンということで話していきたいと思います。まずはリン選手の簡単なプロフィール、そして成績見ていきたいと思います。2002年12月30日生まれ、台湾出身、身長195センチ、体重105キロ、右投げ右打ち外周、日本経済大学に所属をしておりまして、ライオンズに2024年のドラフトで4位指名をされたということになります。はい、それでは続いて今シーズン秋のリーグ戦の成績見ていきましょう。10試合に出場して打率4割3分2厘、0本6打点、三振1個、フォアボール4、フォアボール8個、 OPS が 1.047 ということになっております。はい、ということでね、ドラフトより新たに入ってきたリン選手、俊足強打の外野手ということになっております。まあ、リーグ戦の成績を見ても非常にこうバッティングはねいいっていうのは分かると思いますけれども、まあ、とにかくまずね、この身長体重見てもらうと分かるんですけど、195センチ105キロ、まあ、とにかく体格がすごいですよね。これ大谷選手とほぼ同等の体格というふうにね言われておりまして、まあ、本当にまずフィジカルが、まあ、素晴らしいものを持っている選手ということになります。そしてそこから繰り出されるパワーと、スイング速度は本当にもう桁違いの、ものを持っておりまして、まあ、本当にね一気にこう大学4年になってからかな、大きくなって、まあ、それによってパワーももちろん上がったし、それでスピードも上がったということになっております。でリン選手の、まあ、すごいところはね、もちろんね、このパワーってところもすごいんですけど、その中でもしっかりとこう三振が非常に少ないんですよ。まあ、10試合で三振1個だけということで、まあ、非常にこう確実性もね兼ね備えているというところ、まあ、バッティングの意味とやっぱりここがね、すごく魅力的なんじゃないかなというふうには思います。まあ、もちろんパワーがあるだけではなくて、しっかりと確実性もある、だから率も4割3分2厘残っているというところですよね。で、まあ、さらにすごいところがこれバッティングだけではなくてですね、まあ、足も速くて非常に守備もうまいということになっております。まあ、実際に守備でもねセンターを守ることができますし、まあ、このねスピードについてはですね、まあ、ライオンズの元スカウトで今ねリン選手が所属している日本経済大学でコーチを務めている鈴木春彦さんも、あのサイズであれほど走れる子はいない、潜在能力は高いというふうにね評価しておりまして、まあ、これだけのね巨体がありながらも、まあ、めちゃめちゃ速さで走ることができる、まあ、まさしく本当に大谷選手とねそういった部分も類似するんじゃないかなというふうに思います。まあ、だから本当にこのリン選手のね、まあ、恵まれた身体能力、さらにフィジカルってところ、非常にポテンシャルが高い選手というのはわかると思いますね。でこのリン選手なんですけども、まだねこれ実は野球歴もそんなにあるわけじゃないんですよ。まあ、大体こうプロ野球選手になる、まあ、人たちって、まあ、小学生から野球始めている人がほとんどだと思うんですよね。本当に早い人ではもう幼稚園からね、まあ、バット握ったりとか、まあ、ボール投げてましたみたいな人もね、まあ、いたりすると思うんですよ。ただですね、このリン選手はまさかの中学2年から野球を始めたということで、まだですね今年野球9年目なんですよね。いや、野球歴10年目でもうプロに入ってくるっていうことで、まあ、ちょっとね本当に、まあ、ありえないですよね普通に考えて。まあプロ野球選手の中でもね、まあ、今アメリカに行ってる上沢投手なんかもねこう中学から野球始めたみたいなのがあったりはするんですけど、基本的にはみんな小学校から始めてるわけですよ。で、まあ、10年以上も野球やってきて、まあ、それで、まあ、一握りプロに行けるっていう世界なのに、このリン選手はまさかのこう中学2年からね、なんか体がでかいからっていう理由でとりあえず野球やってですね、でなんかそれですごく速い球が投げれてみたいな感じで、まあ、トントン拍子でここまで来てるっていう感じなので、まあ、本当にねこうやっぱり野球歴の短さっていうところを考えても、まあ、非常にこう野球センス、まあ、高い身体能力を持っているっていうのが、まあ、わかるかなというふうに思います。でもちろんねこのポテンシャルの高さだけではなくて、まあ、非常にこう練習に対する取り組み方っていうところも、素晴らしいものを持っておりまして、まあ、大学の練習ではねブラストと呼ばれる、まあ、スイングデータを測る機械があるんですね。これをバットに装着して、でそれでバットを振るとなんかこうスイングスピードだったりとか、まあ、スイング速度だったりとか、まあ、打球のスイングの軌道だったりとかね、そういったデータが、取れる、まあ、機械っていうのが、まあ、ここ最近結構ね
まあ、出てきてですね、まあ、実はライオンズでもこれブラスト使っているっていう風に、まあ、言われているんですけど、まあ、これ取ったデータをねこうタブレットからチェックしてね、まあ、自分のスイングがどうかっていうのをねこう確認する機会なんですけれども、でそれはねもうすでにこう大学の時点から、まあ、バットにつけてねタブレットを見ながら練習に励んでおりまして、まあ、非常にこうねしっかりとデータを見て、まあ、それをさらに練習に落とし込んでいく、で実際になんかねこのデータを元に練習した結果ねこうスイング速度が速くなったみたいな、そういった話もねあるみたいで、まあ、非常にもうそういったねことをすでに、まあ、大学の時点でもできているんですよね。ライオンズも今ねこういった取り組みがねもちろんチーム内で行われているんですけれども、まあ、すぐねやっぱりこういざライオンズのプロの環境に入った時も、まあ、すぐにねこういう風にデータを見ながら、まあ、すぐ練習に落とし込むっていうことも、まあ、できる選手なんじゃないかなという風に思います。まあ、そういったね、本当に努力もあって、まあ、大学の中でねここまで大きく成長することができたのかなという風には思いますね。で、まあ、このリン選手ね、まあ、出身は台湾ということでして、まあ、高校時代から、まあ、日本に来ることになったということなんですよね。で、日本に来た当初はですね、まあ、納豆をね、ちょっと吐き出してしまったみたいなんですよ。なんか納豆を、吐き出してしまって、で、なんか、それを、なんか納豆を本当にゴミ箱から取ってきたものみたいだったみたいなね、話もしているぐらい、まあ、最初はやっぱなかなかこうね、まあ、日本の環境に馴染むことができなかったんですよね。ただ今では本当にもう毎日毎日朝にね、納豆食べるぐらい本当に納豆好きになったみたいな話もあってですね。まあ、やっぱりね、こうなかなかこう違う国に来てね、野球をやる。しかもそれ高校生の時ですから、高校生の時にね、こう異国に行ってね、こうスポーツをやるってなかなかやっぱ簡単にできることないと思うんですよね。言葉も通じないですし、やっぱ文化も全然違う中で、まあ、独り身でもこう来るっていうのはね、なかなかできることはないと思うんだけど、しっかりとでもそういった新たな環境にも馴染もうとね、まあ、努力をする姿勢があるからこそやっぱり日本でこれだけ野球を頑張ることができて、まあ、一気にプロまで行けたと思うんですよね。まあ、そういった姿勢っていうのはやっぱり間違いなくまた新たな環境プロ野球ところに入ってからも、まあ、生きてくるんじゃないかなというふうには思いますので、まあ、こういったね林選手の、まあ、真面目な性格だったりとかっていう部分も、まあ、非常にこうね楽しみな部分なんじゃないかなというふうに思います。まあ、やっぱりね、まあ、強打の外野手スラッガータイプの選手ということですから、まあ、同じようなタイプだったね、やっぱり村田レオン選手がね、まあ、まだねルーキーの選手、来年が2年目の選手ということですけれども、またいますし、で同じくねドラフトで指名された渡辺誠也選手も、まあ、リン選手と同じ右の外野手ということになっております。であとはね、去年頭角を見せた野村大樹選手とかね、本当にこう楽しみな右バッターのスラッガータイプの選手っていうのが結構ねライオンズ多いですから、まあ、彼らともにね将来はチームの主軸として大きく成長を遂げていってほしい、そんな選手の一人なんじゃないかなというふうに思います。まあ、ドラフト4位ということでね、まあ、ちょっとねこう注目、もちろんね上位指名の選手たちと比べると少ない部分あると思いますけれども、ぜひですねこのリン選手、来シーズンね注目してみてください。以上です。はい、今日もありがとうございました。普段はですねライオンズの分析や解説考察、そして最新情報などの動画アップしております。皆さんのチャンネル登録そして高評価がね僕の励みになりますので、よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。